J-10, J-10, 戦撃銃型、ジアン -10,-10 10は、中華人民共和国の航空機メーカー、生徒引き工業講師によって設計され、生産が行われている戦闘機。西側諸国では、ビゴラスドラゴン、ビガースドラゴン、猛僚と呼ばれる。NATO コードネームは、ファイヤーバード、ファイヤーバード。高価な主力戦闘機と共に配備され、 機数を確保する混合運用、ハイローミックスのためのたた。め軽戦闘機として、開発・配備された中国人民解放軍空軍では長らくミグ -21 のライセンス生産用にソビエト連邦から譲られた日本用の部品と生産キットをもとに製造された J-7 を運用してきた後継機の調達にあたり中素対立により独自開発を余儀なくされたが J-7 を元にした J-8i は登場時点から旧式となり改良型の J-8e もアビオニクスの能力不足から他国の第4世代戦闘機と比べるを取っていた。より本格的な後継機として J-9、J-10、J-11、J-12、J-13 といった一連の開発も行われていたが、 新世代の戦闘機として実用化するには、フライバイワイヤー操縦装置や運動性向上技術、CCV といった最新の技術が不可欠であるため、自国のみの技術力では実現不可能とされ、機体が試作されることはなかった。1980年代に入ると、アメリカ合衆国は、日本や大韓民国の基地に、海 -16 の配備を進めるほか、周辺に展開する、 航空母艦に、海 A-18 の配備を進め、ソビエト連邦は SU-27 やミグ -29 を実用化し、中華民国は海 CK-1 の開発を進め、日本の航空自衛隊は海1 5 1 0 0機にまで増強を始めるなど、中華人民共和国周辺の仮想的国では、第四世代戦闘機の配備や、戦力増強が進み、 以前より質的劣勢を数で補っていた中華人民共和国の空軍戦力はより見劣りのするものとなっていった。中華人民共和国周辺の仮想敵国に配備される機体に対抗できる性能を持つ国産戦闘機を入手するため、1986年から改めてカナード付き無比翼デルタを持ち、安定性を低下させて敏捷性を高めるという基本方針に基づいた。 国産戦闘機開発計画を開始したものの、新世代のアビオニクスや高性能エンジンの搭載が必須となり、海外技術の導入か国産技術の飛躍的発展を必要とすることになった。これに対して、本機のアビオニクス及びエンジンの搭載状況の推移通り、海外技術導入による実用化後に国産化率の向上をおうこととして、まずは、 西側からエンジンとアビオニクスを入手する見込みで計画を進めたとみられる。フライバイワイや操縦装置や運動性向上研究、CCV 機といった新技術が当時の中華人民共和国でどこまで研究されていたかは不明である。むしろ中華人民共和国の技術力が低いと認識されている分野であるだけに海外からの協力を得たのではないかとの観測が出た。特に イスラエルとの密約により、量産に至らなかったラビを開発した IAI から技術者を招いて開発されたとの見方が強い。しかしこれについて中華人民共和国は公式に否定し、イスラエルも回答を避けている。ところが、西側からの技術導入を前提としていたため、1989年に起こった天安門事件を契機としたアメリカをはじめとする。 西側諸国の対中政策見直しによる武器輸出規制により計画は失敗の危機品した。結局、ソビエト連邦崩壊後に関係を改善したロシアから入手した AL-31 回ターボハムエンジンやア,アビオニクスを搭載することで実現に至ったが、当初、旧ソ連の新鋭戦闘機にも対抗すべく計画が始まった J-10 にとっては何とも皮肉な経緯となった。 1998年3月23日、公式記録に、原型1号機が初飛行した。この時にはロシアから供給された、サトゥールン化学製造行動のエンジンである、AL-31FN を搭載していた。2006年末に、中国人民解放軍の機関紙、解放軍法が写真を掲載していたが、2007年1月5日、 中華人民共和国の航空機メーカーグループである中国航空工業第一集団として中華人民共和国内のメイヤ向けの記者会見で正式に J-10 の自主開発に成功したと発表して J-10 の模型を公開した合わせて新型空対空ミサイルや WS-10 対抗を開発したとも発表している 2008年12月までにインテークの DSI インレット化などを行った J-10 の改良型と思われる写真が中国のウェブ上で確認され、後に J-10B と命名された。J-10B は2013年頃には開発が終了し量産が進められていた。2015年にはシリアルナンバーが量産機ではなく試作機用と思われる1051で、 ありかつ背中のアンテナが一つ増えている、新しい J-10 の試作機が撮影され、2013年12月31日に J-10C と命名された。J-10C の完成に伴い J-10、B 用の生産ラインも J-10C に移行している。中華人民共和国は J-10 についての情報をほとんど公開しておらず、技術的な細部は明らかになっていない。 低い効力、十分な強度を持つ構造、大きな機体内容積を実現するためのブレンデッドウィングボディ形式の採用、大向かい角でも安定した空気流入を確保するための機種仮面へのエアインテーク配置、機体後端の左右に主翼から延長した棚状の張り出しへのベントラルフィンの配置、十分な構造強度を確保しつつ電子機器の格納配置場所とするために厚く太めた。 垂直尾翼規定部、全周視界確保のための水滴型キャノピーの装備、などといった点は、ラビと共通する特徴である。しかしながら、単一の大きな垂直尾翼を持ちでルタ翼の主翼に、近接して、やや面積の大きなカナードを置く。翼の配置は、ヨーロッパの第4から4.5世代戦闘機の間で流行した、タイフーンやラファール、グリペンの配置に近い。 一方で、主翼形状には、ミグ -21 の影響が見られ、エアインテーク形状もス -16 と告示した、ラビとは異なり、台風フのような四角形である。これらに加え、装備するエンジンの違いから、J、J-10 の方が、ラビより胴体が一回り太いこともあり、外形の印象はラビに似て、非なる機体と言える。 胴体に3180リットル及び主翼2770リットルの燃料タンクを備えており、加えて3本のドロップタンクの装備が可能。航続距離は1 8 5 0トル、戦闘行動半径は5 5 0トルである。空中給油プローブを装備しており、HY-6 から給油することで、さらに延長が可能。加えて、 コンフォーマルフューエルタンクの風洞試験も行われている模様である。エンジン単発のエンテ型戦闘機としては大型に仕上がったものの機体構造には金属材料の他複合材料が用いられ軽量化が図られている。第一期生三分はロシアの AL-31FNSU-27 搭載エンジンの派生型ターボファンエンジンを搭載する。 AL-31F は、米空軍の F-16 中、後期型に搭載されている P&WF100 回、100PW-229 に、ほぼ匹敵、同じ単発機であるラビア、サーブ39グリペンを大幅に上回る推力、および、水力重量比を発揮する。 中華人民共和国はロシアに対しこれまで既に180機の AL-31FN を発注していると伝えられ、2013年には寿命が延長されて水力が向上した AL-31FN シリーズ3の供給契約を結んでいる。一方で、1982年にアメリカより入手した CFM56 から3をベースに WS-10。 アフターバーナージ最大 126KN が開発されたが、性能面では AL-31FN とも遜色がなかったものの寸法が大きすぎ、また制御システムに問題があることなどから採用には至らなかった模様で、量産型には採用されなかった。搭載するための研究自体は続けられており J-10B の試作5号機が WS-1A を搭載して、 試験を実施している。しかし、故障が多く信頼性の面で大きく劣るため、単発の J-10 に搭載できるようになるには、さらなる成熟が必要だとされている。レーダーは、ナンキーの第14電子技術研究所開発の KLJ-3、別名として JL-15-1473 型の名称も伝えられるを搭載。このレーダーは、 最大探知距離百四から百三十キロメートルで、同時に十五目標を探知しつつ、二から六目標を同時追跡可能なパルスドップラー、レーダーである。輸出用の f c 二十二は、KLJ-10 型レーダーが搭載されている。その他、各国がレーダーを提案しており、イスラエルはエルエル、l タイル m 二千三十2イタリアは空対空、空対地など二十六の、 動作モードを備え、赤外線探知装置や、光学追尾装置との連動も可能なグリフ2000、16、ロシアは 160km の探知距離を有し10から15、目標を同時探知、そのうち4から6目標を同時追跡する TWS 機能を持つ19、1910PD を提案していた。中華人民共和国はロシアから、ファズトロガ RP-353 機分導入し、 援助を受けて組み立てたが、追加発注は行わなかったという。その際、中華人民共和国はこのレーダーを解析したものの、重要チップの P を行うことができなかったという説も、ある。RP-35 は、レドームの小さいミグ -29UB 用に、開発されたレーダーで、19ME の簡易型である、J。J-10B では、新型のフェーズドアレイレーダーを搭載している。 アクティブ式かパッシブ式かは明らかにされていないが、1996年にロシアの地方のフニップからペロパッシブフェーズドアレーレーのアンテナを購入して研究を行っていることから J-10B が搭載しているレーダーもパッシブ式の可能性が高いとされる。このレーダーは直径が7 0 0、mm、トル、探知距離1 5 0トルで同時に30目標を探知して4から6目標の 同時追跡が可能と見られている。J-10C では、AESA レーダーが搭載されている。飛行操縦装置はヨエのデジタルフライバイワイヤと見られる。コックピットはグラス化されており、広角ヘッドアップディスプレイと3つの多機能ディスプレイ、MFD を備え、液晶で2機はの黒、1機はフルカラー、ホータス概念が導入されている。また、 ウクライナのアーセナル社の製品をコピーしたヘルメット目標指示装置 SU-27、SU MIG-29 で使用されているものと同じものとミサイルのシーカーの連動も可能ともされている。各機材は MIL STD-1553B に準拠したデータバスにより接続されている。胴体に GSH-23-23mm 機関砲を 搭載するほか、両翼下に3箇所ずつ、胴体中心線下に1箇所、胴体前後左右に4箇所の、計11箇所のハードポイントを持ち、7トンの空対空、空対地の各種兵装を搭載できる。J-10 は、ロンティーンの案、奥 -14 のようなフィラット前方赤外線、レーザー目標指示ポット、イスラエルの技術援助で開発も、搭載可能とされており、 夜間や悪天候下でも攻撃ミッションの遂行が可能であることになる。2017年に中国北東部の長春空軍基地で開催された人民解放空軍のオープンレイでは J-10B の2号機と6号機の U 字 -91 ミサイルに内側のパイロン上に 500kg のレーザー誘導訓練用爆弾に左のエンジンインテークパイロンに K RKL700AE CM ポット、右のエンジンインテークパイロンに CM-800 に悪具ミサイル目標指示装置を吊り下げた、敵防空母を制圧形態で登場している。81飛行票を延滞用として、スモーク発生装置を内蔵したポットも用意されている。2004年1月に、中国人民解放軍空軍第44師団に15機が、初めて配備された。 2011年現在224機が配備されている。2009年には81飛行票を延退、オーガスト1に J-7GB の後継機として配備され、J-10 の輸出は中華人民共和国軍需産業の最大顧客であるパキスタンとの交渉が進んでいる。2006年2月下旬に中華人民共和国の J-10 製造工場を 視察死 J-10 の詳細について説明を受けたパキスタンムシャラフ大統領は報道陣に対してパキスタンは中華人民共和国の J-10 を購入することを検討すると述べた。4月12日には FC-20 として少なくとも36機の J-10 を購入することで合意だ。引き渡しは2014年から15年頃になる予定。他に J-10 の導入を希望している国には朝鮮、民主主義人民共和国、イランとシリアなどがあるものの、中国側は慎重な姿勢をとっている。2010年6月16日には、金正日からの供与の要請を拒否したことが報じられた。2014年11月15日、四川省成都の郊外で J-10B が一気墜落する事故が発生した。 住民7人ほどが負傷。パイロットは脱出に成功した。AL-31FN エンジンの故障と見られている。2015年12月17日、J-10S が石膏症で墜落した。パイロットの2名は脱出に成功した。2016年9月28日、天津市で J-10B が1機墜落した。 バードストライクによる AL-31FN エンジンの故障が原因。パイロットは脱出に成功した。2016年11月12日、飛行訓練中の J-10 月墜落、中国発の女性戦闘機パイロットが死亡。出展。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。